ございます。あ、ちゃ、なんか違った。皆さんこんにちは、森有です。え、何もない。シーサーです。違う、キャラが違う。キャラが違う。待って、何、ちょっと怖い怖い怖い。分かんない、今日、何、今日出れてんの。ムシムシしてきたのでデオドラントをたくさん買ってきたんです。無香料から始まり、英語はないけど、こう草原みたいなあるじゃん、なんか全部無香料買ってきたので、どれが本当に無なのかっていう、本当に なくなるのかっていうのを、これはなんかさ、ナンバーワンって書いてあったから買っただけ。有名なスプレーっすよ、ボールタイプ。これはさすがにデリケートゾーン塗れないと思うんだけど、脇剃ったり剃るよね、みんな剃る？剃ってるよね。足剃ったり他のゾーン剃ったりしてる人いると思うんですよ、うんうん、脱毛行ってる人いっぱいいると思うんですけど、これはデリケートゾーンまで塗れるんです。ちょっとやっぱり値段張るんですけど、他のと違ってちょっとお高いんですけど、うん、やっぱこのね、このいろんなゾーンをこの攻めていけるっていう Z、ね、うん、いろんなゾーンを攻めるための、これはちなみにクリームタイプ、ロールオン、こっちロールオンで、こっちスプレーで、これがスティックシート、すべての無香料制汗剤を私たちがランキングしたいと思います、うんうん、Z、 イエー言わないの、イエイって言わないの。ランキングしてる人っていないじゃん。いないかも。昔から例えばバン使ってますとかさ、部活の時にバン忍ばせてこうシュッしてますとかは聞くんだけど、なんかだったら夜に塗って朝も塗って匂いしない方が、一日続いた方がいいじゃんっていう基本的なのがあるみたいで、スプレー、ロールオンで、これスティック、クリームし、だから多分一番弱いのがこの拭き取りタイプなんだと思う。ちょっと汗かがして。え汗をかがして、うん、脇をかがしてもらって。あ、だそういう趣味みたいじゃん。平気かな。なんで女になるの。汗をかくランキングを調べたんですよ。まず寝てる時が 35%。 まあまあ、まあまあしっとりして起きてる。あ、無香料だ。あ、でもなんかやっぱり、あー、なんか消毒みたいな。うん、失礼します。あ、汗っぽい。汗かいてる、かいてる。服、あ、そうね。服は好きする。なんかね、水分量が多い。あー、なんか消毒の匂いがする。あ、これは本当にそう、その場しのぎっぽいですね。持ち歩き、やばい、今汗かいた、う、やばい、不幸みたいな、うん、手軽さ。ちょっと汗をかいていこうと思います。暑いです。かいたよ。汗かいたよ。いやー、あー、かいてる？汗って感じ。汗って感じ。これ無香料？本当に。でも、なんか匂いするよ。え、ウォーターリリーの香りって書いてあるけど、ウォーターリリーって無香料なの？うん、ウォーターリリーの香りがする。でも汗の匂いしない？うん。これなんか消えない、やっぱり。うん。ゴールオンだ。くるくるってでもやりにくくない？この状態になるってことよね。スマートじゃない。ないない、うん、消毒の匂いとちょっと汗の匂いが混ざってる感じがする。有力なスティックタイプとクリームタイプがあるんで、まだちょっともっと汗をかいてみたいと思います。はい、ハバネロカツがあるので、私歯がないの忘れてた今。辛い、いや、本当に辛くないの。大変な匂いにして、はい、デコに汗かきすぎて、やばいでしょ。うん、する、します。汗、見て、テカテカしてるじゃん。あ、まあ塗りやすい、普通に。しかもデコルテとかもこう塗れちゃうっていう。ああ、けどなんか、あ、なんか一番アルコールっぽくない。うん、全然。はい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 、確かにナンバーワンだ。今はタイプ別に試してるので、ロールオン、スプレー、シート、スティック、あとクリームで、これはグラビアやってる友達が使ってて、うん、グラビアアイドルってめっちゃ汗かくんだって。谷間とかに汗かいて、でなんかこう自分でこうやって寄せて写真撮ってるから、
匂いが直で来るんだって。あだからすごい気になるんだって。衣装なわけじゃん、全部つけちゃいけないから匂いを、自分の匂いを。だからクリームでなんかこう寝る前にケアをして、でも寝る時には汗をかくから朝起きてまた塗って仕事に出かけて、でもうその時からも汗はかいてないみたいな。これマジで匂いしないの本当に。比べるとやっぱり1000円2000円ぐらいは値段が張るから。クリームタイプ使ったことある？ない。クリームタイプめっちゃ伸びる。これだけでも多分効くと思うよね。多分分かんないけど、うん、ほらこれすごくない？すごい。これすごいよね。これ伝わんないのがマジで悔しくない？では格付けしました。ホールオンタイプとシートタイプとスティックタイプとあとクリームタイプ、スプレーの5個の種類の中で何が一番いいのか検証してみた結果、5位は私これ、うん、シート。私もこれ。その場しのぎすぎる。パン、デッド。外でするってなるとこれではないかなっていう、うん、逆にこっち、こっち香り、ウォーターリリーの香りで匂いが、なんだろう、匂いが消えた感がなかった、あんまり、うん、あと水気がやっぱり気になる。ダン、これでもいい勝負だったんだよな、本当に、うん、ただ値段、なんかやっぱりでもこれが本当は1位にしたいぐらい、うん、だけど、なんだろう、年齢層が本当に10代の子だと本当に気になってない限りは手出せないかなと思って。本当に匂い消えるから。マジで消えたよね。なんかほん伝われ匂いいやっていうぐらいマジで匂いが消えた。匂いの効果は全然こっちの方がある、うん、消臭効果は。ではじゃあ皆さんお楽しみの1位を、でんまですよね、うん、そうなるわな。値段ってだけ。あなんかそうそうそう、一番スプレーとかロールオンとかそれの中でやりやすさとなんかその持ち歩きとか全てをその駆使してるのはこれって思ったんだけど、値段もやっぱりこれ2000いかないぐらい、1500円いかないぐらいかなだったから、まあなんか手は出しやすいかなっていう。匂いにめっちゃ悩んでる子が買うのであれば、なんか多分審査の1位のもめっちゃ悩んだ方がいいかもって思った、うん、からめっちゃ悩んだ。女の子の手に、私手ちっちゃい方だからあれだけど、太いね、なんか使いにくいよね。だけど一番まあ値段的、ただ本当の消臭効果は私はこっちです、うん、マジの消臭効果。ということで制汗剤ランキングをつけてみたでした。意外とみんなやってなくて、これ皆さんぜひ調べてみてください。今回買ったものは全部概要欄に載っけておくので、一個一個ちょっとチェックらしてみて、気になるものを買ってみてください。フェロモンをかまして夏ぶちかましていきましょう。モリアリとシーサーでした。バイバーイ。バイバーイ。せーの、おつわり。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。私あんまりランキング付けとかしないんですけど、ちょっと女子力をね高めようと思って、初めてランキング、多分初めてぐらいじゃないかな、この5年の間にしたので、皆さんチェックしてみてください。ではバイバーイ。